はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。今 C の方に来てます。タラバタグッズが大量に発売されてますので、早速紹介したいと思います。はい、じゃあ早速行きます。まずはヌイバから行きますね。ヌイバ、まずお約束ミッキーミニのヌイバです。これね、東京ディズニーリゾートになってるのでランド C も共通デザインですね。はい、ヌイバになります。ミッキーのヌイバ1800円かな。いつも通りだと1800円。はい、1700円ですね。ミッキーのヌイバ1700円。そしてこちらミニーちゃんのヌイバ、ミニーちゃんも1700円ですね。この使われてるパーツを見るとなんかミニーちゃんのようなお買い得感ありますよね。使ってるパーツ多いです。はい、ミッキーミニーヌイバそれぞれ1700円になります。あとチーデーヌイバ、チーデーヌイバかわいいね。ペアで売られてます。はい、このチーデーヌイバがですね、星型の座布団の上に座ってるんですよ。ちょこんと、これかわいいですよね。今回デザインいいです。こちらセットで2800円になります。はい、そして珍しくクラリスのヌイバ出てますね。クラリスヌイバってこれ記憶にないんだけどな。前ストラップはあったけどヌイバはちょっと見たことないな。こちらクラリスのヌイバ1700円になります。はい、そしてこちら C ならでは C 限定グッズとしてダッフィーとシェリーメイのヌイバ、タラバタのコスチューム着てます。こちらタラバタグリでも登場した衣装着てますね。はい、こちらは1800円になります。 C 限定です。 C でしか買えません。はい、お座りタイプのぬいぐるみになります。お座りタイプ久しぶりに登場したね。でもちょっとちっちゃくなったな。やっぱりちょっと小ぶりな感じがちょっと残念。これおいくら？2800円。絶対ちっちゃくなったね。見て足がちっちゃいもんな。ちょっと昔もうちょっと大きかった気がします。あとお尻もくっつきませんね。ペア売りではなくてバラ売りでお尻もくっつく仕様じゃなくなりました。まあでも可愛いけどね。はい、それぞれ2800円になります。はい、ではより細かいグッズ見ていきましょう。まずは根付け、キーチェーン、キーストラップじゃなくて根付けっていうところがやっぱり七夕ならではですよね。これさ、いつもだったらこれキーチェーンとかキーストラップって名前だと思うんだけど、わざわざ根付けっていうところが洒落てますね。こちらは 1,2,3 5つで1800円ですね。ディズニーキャラクターの願い事が書いてあります。ミッキー、ミニー、ドナー、チップ、デール、クラリスの願い事が書いてあります。これはぜひ皆さん、チェックしてみてください。はい、こちら1800円ですね。暗いところで光る部分があるよ。どっか光るそうです。どっかのパーツ何かしら光るみたいですね。はい、そしてこの下バックチャーム、この七夕の何て言うんでしょう、これ吹き流しっていうの何て言うんだろうね。これちょっと忘れたけど、その七夕のこの吹き流しっぽいのがチャームになってます。すいません、ちょっと語彙力なくて。でもこれミラーボールみたいな、なんかいいよね。キラキラミラーボールになってます。バックチャーム1200円ですね。はい、こちら1200円。そしてこっちの下マグネットになってますね。なんか冷蔵庫に貼りたくなるマグネット。こちらマグネットお値段が750円になります。マグネット750円な。あとピンバッジ、はい、ピンバッジになります。ピンバッジも暗闇で光る部分があるそうです。ピンバッジ1000円ですね。はい、プラプラになってます。はい、こちら揃えてる人はぜひコレクションしてください。そして缶バッジですね。缶バッジもお約束ですね。缶バッジ310円かな。330円、あ、20円値上がりした。缶バッジ330円です。そしてこちらのこの横トミカになりますね。リゾートクルーザーのトミカ、おなじみ1200円になります。そしてこれは新登場ですね。なんか部屋なんだろう、これハンドクリームかな。はい、ハンドクリーム、アンズの香りとスモモの香りの2本セットのハンドクリームなんですけど、こちら900円なんですが、星型のパッケージになって
ますね。で周りにチップ、デール、クラリスがいます。かわいいね。へえ、時折こんなかわいいのが突然出るから、まあ見逃せないですよね。はい、こちらミッキー、ミニー、チーデー、クラと5つのキャラが入っててなかなかかわいいです。星型で900円になります。やっぱアイカツっぽいな、なんかちょっとアイカツ味あるわ。はい、そしてトートバッグになります。今回ね、あんまディズニーらしくないトートバッグなんだよね。キャラクターとかがいないんですよ。ただ星がガーッと入ってるだけのすごいシンプルなトートバッグなんですけど、この星のこの白いとこ、これはどうやら暗闇で光るような、部材が使われていますね。多分この辺光りますね。でトートなんですけど、ナイロンになって水に強い感じになってます。でこちら3400円ね。で蓋のところこちらちゃんとパチッとボタン式で止めれるようになってて、で中開いてみようか。中開くと、はい、パチッとボタン式で開閉式になってます。中にちゃんとキャラの絵があるね。ちょっと見てみようか。はい、こちらガバッと開くとここにミッキーミニーがいます。かわいいね。中の街も結構広いし、外見はね全然これディズニー系に見えないんだけど、中バーッと開くと中にこうディズニーを主張してるデザインになってますね。街も結構あるし、この星のデザインが好きな人はいいんじゃないんでしょうか。はい、おお、街も深いわ。見てこれ、わかるかな。すんごい広いですよね。水に強いのがいいね。なんかプールとか、ああプールは無理かな。でもまあこの梅雨時のね、この季節水に強いトートはすごくいいと思います。はい、こちら3400円になります。こちらウォッシュタオルですね。おなじみですね。 34×35cm、 この願いをかけてるこの2つのキャラクターがドーンと入ってます。はい、こちらは700円ですね。これね、細かいどうでもいいことなんだけど、この柄見てください。この柄を見るとミッキーミニーがほぼ中央にいるんですよね。でも畳んだ時にちゃんとミキミニーがこうやって中央に来るようにちゃんと専用の畳まれ方をしてるんですよね。わかりますか。だから裏返すとほらちょっと折り目が変なとこあるでしょ。ちゃんと正面にね、2人が来るように畳まれてるところは憎いね。普通に四つ折りにしたら絶対こうならないからね。このミッキーもそうですね。フェイスタオル 80×34cm のフェイスタオル、こちらもはい1400円ですね。はい、こちらのミッキーがちゃんと正面来るようにちゃんと考えて畳まれてますね。まあ畳み方はどうでもいいんだけども、これもね暗闇に光るんだって。見え方イメージですって書いてある、ね、光るタオルって珍しいよね。はい、そしてこの下タオルつながりでミニタオルセット 23×23、ハンカチのようなタオルですね。はい、3枚セット、チップ、デール、クライスの3人のタオルセットです。こちら3つセットで1500円ですね。黄色とピンクの水色で可愛いです。はい、こちらチップ、デール、クライスのボールペンセットになります。3本セットで1300円ですね。色がついてないね。3本とも黒になりますね。ご注意ください。はい、リングメモセットになります。こちらは7絵柄各7枚入ってますね。キャラクターの願い事が書かれたメモセット。でもこれ初めからもうこれメモされてたらメモ帳としてこれ機能してないじゃん。これ使えなくない。あ、でも裏面に書けるのか。不思議な、もうあらかじめメモが書かれてるメモセットというなんか矛盾した商品な気がしなくもないんですが、500円です。この下ポストカード同じですね。200円かな。はい、200円ですね。キラキラ、すごいキラキラしてる。星がキラキラキラ、わかる。ほら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 、キラキラしてタラバタっぽいですね。星200円です。でこの下なんだこれ、七夕飾りセットって書いてあるよ。なんだ、うん、あーなんかすげー入ってる。短冊シール、七夕飾りメモ、ノーマルメモ、折り方説明書、パーツシール、紐。なんだこれ。ミッキーメモと、モビールメモ、モビールモ、ええモ、モビールメモ、あ、オーナメントのような、あーメ、ね、なんかあるんだね。短冊シート、要は吹き流し、要はクリスマスツリーのように笹の範囲飾ってねってことか。
すごいねこれ。まあ日本独特の文化だけどさ、ちょっと面白いね。これはなんか家庭とか、 なんか子供会なんかで飾りなんかするときにいいかもしれませんね。もう一回見ようか。こちらは900円ですね。はい、そしてまだあるよ。こちらはティッシュケースになります。竹をモチーフにしたティッシュケース、かわいいね。クライスの頭をちょこっと出したのがかわいいですね。わかるかな、結構大きいんだよ。ちょっとどう、ちょっとこれ画角がちょっときつくて伝わらないな。これ横向きに置くとこうなっちゃうんで、ちょっとかわいそうだな。やっぱこれ縦にしてこう使いたいね。こうシュッシュッシュッって取るティッシュケースになります。結構インパクトあるね。これいくらだろう、ちょっと待ってや。こちらはね2800円だ。結構高いね。高いけど売れてるね。見てこれもほらすごい売れてる。確かに可愛いもんな。ちょっとすまきっぽいのは可愛いですね。はい、2800円です。そしてこの横、巾着ですね。巾着毎年出てるね、毎回出てますけども、今回の巾着売ってます。はい、この短冊に願いをかけてるこの2人が入ってます。こちらはいつも700円だけどな、いくらかな。700円でした。はい、巾着700円です。はい、こちらはねランタンなのかな。ゆらゆら光るよ。電池式になってて、電池をつけるとなんかアンドンランタンのような火がねゆらゆらゆらって演出がある置物になりますね。これいいね。1800円か。すごい、でもなんかムーディーですよね。お部屋のインテリアアクセントにいいと思います。そしてこの横、湯飲みです。いつもこれマグカップなんだけど、今回七夕なんで湯飲みですね。この湯飲みもですね、ちょっと見てください。下の方が広がって竹をイメージしてますね。竹の節、竹で飲んでるイメージで作られた湯飲み。こちら1000円ですね。そしてこの下、さっきから気になってる2800円、クッションなんだけど、これは初めて見るな。なんかわかる、これなんか星形のデザインになっててさ、すごい独特なデザインしてますね今回。どうすんだこれ。ここにボタンがついてて外せますね。んでここでパチパチっと取れるので、星型のクッションが3つってことか。すごいデザインだな。この小さなクッションは何に使うんだろうな、何用なんだろうこれ。ちょっと使用用途がわからないな。この真ん中のクライスだけでよかったんじゃないかって気がしなくもないんですけど、はい、わかりますか。ちょっとこれはすごいデザイン、まあ面白いけどね。ちょっと、星と地で好きだったらいいかもしれません。はい、クッション2800円ね。でこの下、箸だ。パークの箸って高いんだよね。多分これは高いぞ。1900円だ。やっぱちょっと高いな。ミッキー、ミニー、2種類入って、箸1900円になります。このパスケースのこの棚、やばいだろ。あのね、どのグッズよりも一番多いパスケース。ファッショナブルイースターでパスケースもう瞬殺完売しちゃったので、おそらくですね OLC 側もそれがよっぽどトラウマになってるのが、意地でもなんかめちゃくちゃ大量入荷してますね。パスケースだったら何でもいいっていうわけじゃないと思うんだけど、個人的にはどうだと言わんばかりのこのパスケースの量ちょっと引いたってか笑った。すごいな。ファッショナブルの時ほどね、完売はこれさすがにしないんじゃないかな。ランドシー共通デザインですね。1800円になります。はい、星が施されて、なんかこの星が俺なんかアイカツのアニメのシーン切り替えシーンみたいで、なんかちょっと好きですね。アイカツっぽい、ちょっとだけで。フックンがついててボタンのところの星になってますね。やっぱアイカツ味あるね。中見ましょうか。中見るとこの透明窓があって、標準的なパスケースの形をしてますね。でポケットは4種類ぐらいポケットあるね。で右がこのなんか短冊に願いかけてるこのキービジュアルがあります。
なんでファッショナブルは本のデザインでしたけども、こっちはですね本ではなくて、まあ標準的なパスケースの形をしてますね。はい、こちら1800円です。3週間しかありませんので。はい、そしてお約束のみんなの願いが叶いますようにっていうお約束のミッキーの願いが書かれてます。はい、パスケース1800円になります。はい、今回のタラバタなんですけど、ランドとシーそれぞれですね3000円以上買い物をするとオリジナルのウィシングカードを1枚プレゼントってあってて、ランドがミッキー、シーがミニのこのウィシングカードがもらえるんですよね。でこれね、いやなんかちょっと面白くて、みんなね3000円でもらえるから小分け小分けになって、3000円でうまくレジが収まるようにみんなレジ2回回ってますね。であとこれもらったはいいんだけど、使ってる人と使わない人いると思うんですけども、さっきねあのウィシングプレイス行ったら使ってる人いたので、なかなかすごいですよね。3000円払ってもらってで、それ願い事書いて使っちゃうっていう人もいて、なかなか豪気な人もいますよね。はい、こちら今回新しい試みが、始まってます。